東京コンサル合唱団の秋島浩一です。どうも長いことお世話になりました秋島さんへの愛を確かめろクイズ。どこのふっぷかいるな。この度テノールの秋島浩一さんが定年退職をされるということで、秋島さんの人柄を知っていただくために、今回ブログ係で秋島さんに関するクイズを考えてまいりました。回答者はこちらの皆さんです。テノールの尾崎です。笹野です。テノールの志村和重、屈太郎こと志村和重でーす。テノール言わないといけない。あ、そっか、テノール。テノールの千葉でーす。テノールの平野でーす。テノールの平野でーす。テノールの坂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 でーす。かなり難しいと思います。で、では、1回ずつ、追加数として聞いていいですね。こんな問題、見た問題しようと思います。で、今回はテノールみんなで全問正解を目指して、はい、それでは第1問を参りたいと思います。秋山さんは日本酒がとてもお好きということで有名でございますけれども、一番好きな銘柄は次の4つのうちどれでしょう。A 黒ピリシモ。B 山口県のダッサイ。C 石川県の菊姫。D 広島県の白ボタン。さあ、それではシンキングタイムに参りたいと思います。いいよ、歌ってね。ABC の中で書いてあるから ABC ABC さん、山のマメットですね。いつに1は言ってほしい。7 4 5 4 3 2 1 さあ、それでは各位の皆さん、せーのでフリップをお上げください。せーの。お、二方とも C ですね。ありがとうございます。さあ、果たして正解は何なんでしょうか。それでは答え合わせいきましょう。銘柄は石川県の菊姫というお酒です。はい、はい、ということで、はい、これはね、さすがですね。これはサービスのね、石川じゃないですね。そうなんです、ね、そうなんです。引っ掛けたね。はい、次の問題いきましょう。はい、秋島さんは大の広島カープファンとして有名ですけれども、実はご自分の名前が入っているユニフォームを持っていらっしゃいます。そのユニフォームの背番号は次のうち何番でしょうか。これ難しいっすよ。これ難しいっすよ。いきます。 A 1番、 B 20番、 C 30番、D 1228番。これは生命がもうね。はい、じゃあお考えください。いきます。51はないですか。山本さん、島さん、B グループが B20 番ですね。 D が D グループ1128番ですね。さあ、それでは正解発表といきましょうか。正解は背番号は何番ですか。30番です。 C の30番。正解は C なんですね。秋島さんが指導している合唱団からのプレゼントなんですね。で、その合唱団の30周年記念の時も作ってくださったということで30番でした。っていうか、あれさ、カープだから何番であっても C に書くべきだった。そうですね。そうなんですよ。そうなんですよ。結構考えてんだね。はい。それでは次の問題いきましょう。じゃあまた C かな。
次は、秋島さんのあだ名についての問題です。はい。当館ではキングとして、親しまれている秋島さんですけれども、子供の時のあだ名は何というあだ名でしょう。さあ、これ分かりますかね。まず A 白米、はあ、まず色だから B 玄米、え C 田んぼ、田んぼ D 金吾、さあ、おはようございます。それではシンキングタイムスタートです。それでは千葉・伊賀のペアが 50-50 を行います。はい、それでは絞りたいと思います。正解は B or C です。え、白米ないんですか。C カープの C を読めなかった。はい、C 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 じゃあ正解発表いたしましょう。お母さんお願いします。はい、正解は、あの一番のあの面白かったのはね、玄米って呼ばれてました。玄米。その白米玄米の玄米。これなんでかっていうとね、やば。ここで一点差が開いてしまう。ということで。さあ、次の問題いきましょうか。はい、はい、秋島さんは広島出身ですが、うん、初恋の方の名前は次のうちどなたでしょう。これ放送して OK ですよね。フルネームですか。いきます。 A 下の名前、まあ、下の名前です。 A リサちゃん、B 竹彦ちゃん、C 直子ちゃん、D ミサちゃん。ミサ、ひろこちゃんも入ってる。ひろこちゃんね。初恋ではなかった。なんか一人だけ知ってる名前がありますよ。 B 二人だけ自分で B だ。それでいいな。はい、それではシンキングタイム。これはね、どうしてもわかんないと思ってる。これも使っていいかもしれない。使いましょうか。これはね、じゃあ使いたい。じゃあ使いましょう。そうですよ。そうです。まあ、そうですね。いや、わかんないじゃん。竹彦入ってないもん。竹彦入っちゃったら、こうだって思わない。竹彦落としてやったら、それでさ、実質3択でございます。使いますか。小学校の時ですからね。
玄米のほうです。3、2、1、はい、はい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 、さあ、それではオープンしていただきましょう。せーの、じゃん。どうですか？これも割れた。また割れましたね。そうですね。まあ、どちらもあるよ。はい。どちらも。こちらが C。こちらが D。D ということで。ミサマ。さあ、それでは答え合わせ。なおちゃん。正解を見てみましょうかね。ドキドキ。ちなみに下の名前って何て呼ばれるんですか？確かね、ミサ。ミサさんだった。ミサ。おお。最後の一問です、ね。はい、秋島さん、実は遅刻したことがあるらしいですね。東京に入って30年間で何回遅刻したでしょうか。何回？A、0回。B、1回。C、2回。D が3回。でも3回以内なんですね。覚えてないだけじゃない。なんか投げの時間が多いから言えないでしょ。ちなみに何回？3回。おっ！ということは、4択問題は、勇さんチームが3問、勇さんチームが2ポイントですかね。それでは最後のエキストラ問題いきたいと思います。これは4択ではなくて、実際に書いて答えていただきます。秋葉さんといえば、爆音のくしゃみで有名ですけれども、はい、生まれてから今までくしゃみを何回しましたかという質問に対して何と答えたでしょうか。はい、これは秋島さんの言葉に、はい、正解からなんとなくわかるかもしれません。生まれてから今までくしゃみを何回したでしょう。それは丸々な問題ですねと答えました。ああ、じゃあ、はい、大サービスです。大サービス、大サービス、ね、これ正解したら何ポイントになりますか。Thank you.
結構いいね。あれ？こっちが4ですか？はい、4です。ということで、ファイナルスコアが6点、そして5点。すみません。平野さんチームの勝利の喜びの声を一人ずつお聞かせください。島さんからどんなおすすめの言葉をいただけるのか楽しみです。じゃあこれまた他のメンバーで第2回やりましょうかね。ということで、今回は秋島さん、対談コメントで秋島さんのね、人となりとか、もっと寂しいな情報が知れたと思うので、これからも皆さんと考えてもらいたいと思います。またね、日本人もそうだね、はい、よし、はい、楽しんでいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、次の動画もお楽しみに。バイバイ、さようなら。皆さんから見ると割とこうやりたい放題やってるように、きっとご覧になって見えたと思いますけど、自分としてはそうでもなく、これでもいろいろ我慢しながらやってきたんですどうぞ皆さんもここにいる間は我慢することなく個性を存分に発揮されて活動されるのをお祈りしております。なんかもっともっと闘魂が世の中に知られて、もっと充実した活動になるといいなと、これからはそれを見守りながらいけたらいいなと思っていますので、頑張ってください。期待しております。ありがとうございます。最後にですね、東方を応援してくれてるお客様が、見てくれてる方に何か、いつも東方の、演奏会とか、あるいはテレビとか、そういうメディアなどでご覧いただいてありがとうございます。もし、東方面白い、ちょっと面白いかなとか、少しでも思われたら、ぜひ演奏会に足を運んでいただけたらと思います。また皆さんも地方に行くこともあるかと思いますが、ぜひぜひ少しでも東方のことを持っていてくださるならば、演奏会に来ていただくのが一番の東方にとっての励みになると思いますので、ぜひ演奏会にいらしてください。ありがとうございます。秋島さん、今日はありがとうございました。